どうも、ビデオゲーマーです。こういうキャリア、ルートン編、続きやっていきましょう。で、今回は、来シーズンの補強を、もう一度しようかなと思います。4人ほどね、補強してるんですけど、追加でね、ちょっと補強しようかなと思うんですけども、ニーランですね。で、アルトゥール、クレメンス。で、アシュリー・フレッチャーですね。この4人を来シーズンの補強として、獲得してるんですけども、追加でね、3人だったかな ?3 人ほど補強しようかなと思います。で、その、3人をね、今からちょっと紹介していくんですけども、まずですね、守備のマルチロールということで、ホスメンサーをね、補強しようかなと思います。まあ、実際のホスメンサー結構、怪我がちだったりするんですけど、特性で怪我ついてないんでね。あと、まあ、若いし。で、まあ、サイドバック、右サイドバックですね。ちょっと控えとかも、あまり能力高い選手がいないし、今、バレンティンがね、やってくれてるんですけど、控えをね。でも、まあ、そこに、まあ、プレミア、上がった時のことを考えたりして、まあ、ちょっと能力高い選手をね、まあ、契約満了で取れるのであれば、補強した方がいいかなと思うので、取りたいと思います。で、二人目がですね、左サイドの、マリですね。まあ、技巧派の、独特なリズムを持った選手かなと。まだ調べ終わってないんですけどね、鉄人とか高精度シュートとか、プレイメーカーとかね、ドリブルとか持っているので、ちょっと使ってみようかなと、とってね、思います。20の時もね、取りたい選手ではあったんですけど、なかなかね、タイミングが合わないというか、取れなかったんで、21でね、取ってみようかなと思います。で、次、トップ下の、ハウィーっていう選手ですね。チュニジアの選手です。まあ、彼も技巧派の左利きの選手で、フリーキックとか蹴れるのでね、まあ、そこもいいとこかなと。あと、高精度シュート持ってるし、プレイメーカー持ってるし。うん。まあ、この3人ですね。今から交渉していきたいんですけども、じゃあまず、ホスメンサーからね、交渉していきましょう。話すべきことはたくさんありますと。まず、ホスメンサーのクラブの役割と、って書いてますね。給料高いな。主力でいいかな。とりあえずね。オッケーオッケー。取れるかなこれ。給料高いの思ったより。こんなに高かったか。そんなアホな。あ、そうか。要求がね、シビアだからね。高くなっちゃうから。なるほどね。ここですよ。皆さん、シビアの、この、給料とかの額がね、高くなるのがシビア設定ですからね。気をつけてくださいよ。ルーズでやった方がいいかもわからない。マジシビアはきついと思うな。俺これね、金ないチームやったら。いいですよ。はい。ほら、もうないもの。ボーナスどんだけ高いね、お前。やめたりいいよ。びっくりするわ。いやー、これはちょっと契約できないかもしれないな。うわ、いけた。びっくりするわ。ね。じゃあ、左サイド行きたいんで、マリ行きますか。いや、まあまあ主力でないとね、困るんですよ。いいんですよ、それでね。全然いいんですけど。やっぱね、このクラスになると、うちのチームからしたらね、かなりお給料がね、高いんでね、厳しいんですよね、これね。はい。いい顔してんな。2年でいいんじゃねえか?あ、オッケー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 。トルコでしたっけ?マンリね。
わお。10試合で、10試合でやめろ。お金ないね、うちのチーム。やめろ。お願い。お願い。頼む。お願いします。お願いします。OK です。来シーズン、愛するから。アップするから。よして。はい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 。ね、マリも補強できたのいいでしょう。次、最後ですね。ハウィーですね。ハウィーが。ハウィーそこまで高くないんで大丈夫でしょう。じゃあ、最後ね、ハウィー交渉していきましょう。ローテ、いいんじゃないですか。ハウィー、ね、中日やって感じすんな。なんか、ね、そっち系の国出身って感じしますね。アルジェリアとかもこういう感じの顔の選手多いしね。3年、まあ25歳なんで3年ぐらいいいんじゃないですかね。うん。本題本題。ちょっと待ってね。まあとりあえずこれぐらいで、これぐらいどうかな。オッケーしてくれたらいいんやけど。いや、オッケーオッケー。ほんまお金ギリギリやけど。オッケーです。1,2,3,4,5,6。6人補強できましたね。しかもフリーでね。これなかなかいい補強かなと思いますね。でも弱いよ。で、6人か。ん ?7 人 ?7 人やな。俺6人って言ったけど7人やわ。7人補強で、したんですけど、これはね、まあ、多分ね、オファーが来る選手がいると思うんですよね。まあ、チェンバースはいなくなるので、来シーズンセンターバックは補強しないとダメなんですけど、まあ、ドロンヘレンとかね、あと、まあ、エズジャンとかバザールとかね。あとは誰だろう。まあ、ヌケティアとかね。うわ、来るかなと思うんでね。いなくなっちゃう可能性があるので。まあ、抜けた穴を埋める補強をね、お金かけずに、まあ、フリーで獲得できたら一番でかいかなと思って一緒に探してたんですけど。まあ、いい補強できたかなと思いますね。で、あと、能力の低い選手は、できる限り、レンタルで、出そうかなと思っているので、うん、それもあってね、選手層が薄くなっちゃうからね、まあ、そこもあっての補強ですね。いやー、しかしお金がなくなりましたなぁ。ちょっとこれぐらいにしとこうかな。じゃあ、試合の方やっていきますかね。時間もまだあるし。で、どうしよう、スタメン。バルコク入れるか。バザールに変えてバルコク入れようかな。エズちゃんと1変えて。あ、ロアオディスを。あ、これでいいわ。じゃあ、コノリ入れますか。まあ、こんなもんでいいかな。はい。じゃあね、レーディング戦やっていきましょう。The players are chomping at the bit. I can't wait. はい、じゃあやっていきまーす。今のさ、どうなん？完全に止めたことない。今固まったです。空中で。今の、あかんのちゃう。
まあ、出てるな。今の赤、いやー、エジェリア。元リバプールでしょ。レントで来てるんだったっけ、完全だったっけ、どっちだったかな。いやー、コノリ潰されるな。あ、やっぱ。あー、やられた。まあ完全ドフリーにしてたからしょうがないな今のな。何もできんかったな。シュート打ってないんちゃう。Well, Derek, with their home record, I'm sure there won't be any panic setting in at halftime. レディングめっちゃやられてるな。やべ。はい、後半やっていきます。まあ結構マークきつかったコノリに変えてね、抜けてや入れました、前線にね。コノリめっちゃ消されてたからね、全然仕事できてなかったから。うわ、マジ止めんのかい。裏には抜けてくれるんやけどな、こっからなんやな問題は。よっしゃ、オッケー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 。どてんどてん、ちょっとゆっくりパス回しながら。合わなかったですね今ね、もったいないね。マジか、触ってなかったのか。触ってそうに見えたんやけどな。あ、これは、ちょっと待って、これあんまりよろしく。いけた、オッケーオッケー。あ、いいとこ出した。よしよし、一応コーナーコーナー、まあ今日はですね、コーナーなかなか決まりづらいんでね。ボールが大きくなったけど、こっちボール。シムズ、ンケティア、ああ、合わなかった。出した方が、出さないんですね。あそこの判断ちょっとどうにかしてほしいんやけど。ああ、ファールファール。いや、でももうなるんじゃないかな、蹴った瞬間にこれ。ミートしなかったね。ああ、なったわ。まあしょうがないですね。Well, I really enjoyed that game, Derek. Both teams really felt as if they could go and win it. Made for an exciting encounter. Nothing to split the two in the end, though. はい、わあ、バレ。バイエルン行ったの？まあ、あ、なんか出てたな、さっきな。あ、モンペリエ行ったんや。いやー、ねえ。もったいないことをしてしまいましたね。何ですか？ああ。ごめんなさい。そこまで見てなかったですわ。あ、ジェルマンが。74。ああ、いい感じですね。
ぽいなっていうね、うちのチームにね。うん。まあ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 。まあしょうがないかな。2試合連続引き分けはしょうがないかな。2試合連続勝って、2試合連続引き分けて、次ノリッチ戦取ろうかなと思ってるんですけど、なんかそろそろ負けそうな気がしますね。いやー怖いですね。柔らかそうな気がしますね。まあ、とりあえず今回はこれぐらいで終わっておきますからね。はい。じゃあ終わります。では、また次回です。じゃあね。バイバイ。